去る6月4日の2番、草島新一議員の総括質問における庄内病院の医療機器シネアンギオの共同利用に関する発言の一部に事実と異なる等の疑義が生じておりますので、後日発言内容を調査の上議長において適宜措置いたします。議長、議事進行。2番、草島新一議員。はい、この案件でありますが、議運への諮問の発端は議長の発言の取り消し勧告だったものであります。何の根拠での発言の取り消し勧告だったのか確認をしたいと思います。私は再調査の結果、議運の場での庄内病院八木管理者の発言見解こそ事実に反しているということが複数の医師医療関係者の証言で明らかになりました。そしてその件は今朝9時40分に議長に申し入れをしました。重症糖尿患者の血栓狭窄の対応手術はシネアンギオなしにはできない、また庄内病院はこうした患者には対応できないと昨年11月草島議員に申し上げます。現場に伝えている発言が議事進行に関係ないと認めますから中止を命じます。関係あります。また星総合病院のシネアンギオの共同利用は行っていると草島議員に申し上げます。議事進行は議題に直接関係のあるもの、または直ちに処理する必要のあるものでなければならない。直ちに処理する必要があります。規則58条に規定されております。議長、ただいま私からは後日先の草島議員の総括質問における発言の内容を調査し適宜措置すると申し上げたものです。草島議員の発言は議題に直接関係あるまたは直ちに処理する必要があるとは認められませんので、直ちに処理する必要があります。会議を続けます。議事進行、議事進行。問いかけにきちんと答えてください。議事進行に関係のない発言はしないでください。中止を命じます。何の根拠があるのか議長の発言を求めます。会議を続けます。議長の発言を求めます。議事を進めます。日程第1、議会第3号。